皆さんこんにちは、マックス村井です。前回最後に予告してたんですけど、とあるイギリスのちょっと正式な名前は知らないんですが、超能力開花所超能力開発研究所みたいな、そこに実際に入学して、見える系の能力を開花した人が、実際に入学した時にどんなプログラムを受けたのかという話。この話はですね、その卒業に至るまで そのフルパワーマックス状態になるまでの話ではなくて、本当に入門編、入学から最初の1週間とか2週間とか、むしろそのハンター試験におけるテストみたいな、そういう前段階での話です。でここまでだったら話していいよみたいな感じで話してくれたのをすっごく印象に残ってて、でそれを今日話したいと思います。これも多分私ネットで話すのは初めてじゃないかな、うさんくさすぎるから私こうやって楽しそうに話してますけど、あんまり霊的なこととか自分でもいろんな体験はあるものがそんなに大して信じてもいないし、なんだろう、いたらいたら楽しいと思うしみたいな、 なんていうのかな、なんかすごい中立的な立場の人間なので、村井さん完全にそっち系統の人だっていう風な誤解はしないでください。よろしくお願いします。では、その友達がイギリスに行きまして、で超能力の学校で1年だったかな、その修行をする、でその最初の入学の資格があるかどうかっていう時の話。まず彼はですね、そこの施設かなで行ったんですよ。でなんか20人ぐらいだったかな、その人がいて、みんな入学する希望の人たち、その超能力を開花したいと思って集まってる、世界中から集まってる人たちが一堂に会して集められた。で最初にねやったことが、バラの増加、生の花じゃなくてバラの増加が机の真ん中に人数分置かれていて、皆さんどうぞ1本ずつ取ってくださいと。でそのバラを一日中手に持って目の前、顔の前とかに置いて、で意識しながら一日過ごしてください、また明日会いましょうつって、で解散になったらしいんですよ、一日目は。これがもしオイルライターであれば、ジョジョの第5部かな、懐かしいですね、火を消しちゃダメみたいな、でその後スタンドが発動して死んじゃうみたいな話かもしれないんですけど、そうではない、ただのバラです。でその日は、その人はですね、そのバラを一日中持って、で次の日再び集合したらしいんですよ。そうすると全員が全員やっぱり集まってきてるわけで、20本のバラの増加があるわけですが、その20本のバラをですね、えいって机に投げてシャッフルしたらしいんですね。で好きなの選んでくださいって、で全員が全員選ぶ、すると今度何が起こったかっていうと、そのバラを昨日持っていた人がどういう生活をしていただろうか、何か見えないだろうか、バラに意識を集中して、昨日このバラを持っていた人がどんなもんだったかっていうのを強く意識しながら1日過ごしてみてくださいって、でまた解散らしいんです。でその人はバラを持ってですね、うーんっつって、このバラ昨日持ってた人どんな生活してたのかな、どこに行ったのかなって、うーんってイメージしながら1日過ごしたらしいんですけど、また次の日合流するとまた20本のバラをシャッフルして、あ、シャッフルの前に昨日見えた人いますって、で中にはねもう見える人がいるらしいんですよ。なんかイメージ湧きましたみたいな、なんか映像が見えましたみたいな。そうなるとその人とその人がカップリングされて、要するに相性が良さそうな人たち同士で開花していきましょうみたいな話らしくて、見えたよっていう人が組み合わせができると、その人たちはそれ以降その人たち同士のみでバラを交換しながら生活するんですよ、毎日ランダムでシャッフルじゃなくて。で注力しながら開花していく、やっぱり相性があるらしいんですよね、そのオーラを解放するための相性みたいなものがあるらしいんですよね。でその話をしてくれたその人は、まあ、そのタイミングでは見えなかったってことで、でまたシャッフルして、でそのシャッフルして昨日このバラを持っていた人はどんな人なのかっていうのをイメージしてっていうのを繰り返し、その相性が合う人、なんか見えやすい人、お互いがこう開花し合えそうな人、波長が合う人かなみたいな人を探し続ける。で全員が全員カップル成立みたいになると、バラを交互に交換をして、で1日全く違う場所で生活をして、で見えるか見えないかっていうのを永遠と集中してやる。それがね1週間か2週間か覚えてないんですけど、そのテストが終わって見えましたっ
もしくはなんか見える予兆がありますみたいな人だけが入学が許されて、そこでその20人みたいな組み合わせの中で点でダメだった人っていうのは、入学できず、要するにあのなんだ才能なしみたいな話で入学できず終わりという話らしいです。で、私の友達はそこで、まあ、おかげさまで見えたらしくて無事に卒業もされまして、で何の仕事してんのかな、その人なんか趣味かなんかで学校に行ってみたかったみたいなこと言ってたから、多分全然関係ない仕事してるんですよきっと。特にその人がそういう霊的な商売をしてるって話を聞いたことがないので、全く関係ない生活を送ってるんですけど、まあ皆さん興味があればですね、あの私ちょっとググったことないんで、もしかしたらググったら出てくるかもしれないですね。ぜひとも興味がある方はインターネットで検索してみてください。では最後のご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録も何卒。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。